皆さんこんにちは、まるっとです。皆さん真夏の家庭菜園楽しんでいるでしょうか。今回は暑いまるっとファームの夏野菜やハーブの収穫と、なんともう秋野菜に向けた種まきをしていきたいと思います。まだ夏野菜が終わってもいないのに、なんで秋に向けた種まきなんてしているんだって思われる方も多いと思うんですが、僕のところは今年夏野菜やる予定はなかったんですよね。ノリだけで植えちゃったというか、苗で買ってきたトマトと、あとここにあるシシトウ、あとは野菜っていうのが微妙だけど、シソなんかのハーブ類を、そう、今年はハーブ類だけで済ませる予定だったのです。去年の夏野菜はトマトやナス、ピーマンなんかを狭いベランダにたくさん植えたせいで、もう足の踏み場がないってんでってぐらいスペースが取られてしまったので、ちょっと後悔したんですよね。なので今年は狭いスペースでも楽しめるよう、数種類のハーブだけで済ませる予定だったんですが、気づいたらトマトが植わり、シシトウが植わり、なぜかバジルが2株植わる、ちょっとした恐怖です。まあそんな私なんで、夏野菜をこのまんま植えずにいるなんて耐えられることもなく、遅ればせながら今から夏野菜っぽいものと、まあ秋にも収穫できるよねっていうものを植えていきたいと思っています。夏野菜ちょっと失敗しちゃったよとか、ダメにしちゃったよっていう人も、これから植えられるものも多いと思うので、ぜひ参考にしてみてください。ってことで、植えるものを紹介していきたいと思います。エントリーナンバー1、模擬ナス。これめちゃめちゃちっちゃいナスなんですよ。ナスは普通だいたい1個 100g のところ、この模擬ナスはなんと 20g、 通常の5分の1ぐらいで取れちゃいます。そんなちっちゃくていいのって思うと思うんですけど、取れる実が小さいということは、それだけエネルギーを使わずに育てられるので、長いこと楽しめるんですよね。エントリーナンバー2、ワセクロズキン。これは枝豆なんですが、中身が黒い枝豆なんです。いや、枝豆はいいですよね。子供も好きだし、お酒のあてにもなるので、大人も大好き。しかも見た目がクールな黒なんて憧れちゃいます。エントリーナンバー3、ゆで落花生の種。これいわゆるピーナッツの種なんですが、皆さん落花生出来たてで食べたことありますか？これホクホクでめちゃめちゃ美味しいんですよ。まあ食べたことないんで浮き売りなんですけどね。そんな美味しいと噂の落花生、こちらもお酒のあてとして食べてみたくて用意してみました。ここからは皆さんと一緒に植えていきたいと思います。この右側に頑張ってスペースを作ったので、ここにプランターを置いていきます。ここを開けるために左右に物を置いたので、見せられたもんじゃありません。プランターの中はこんな感じで、下に上げ底のネットみたいなのが敷いてあるので、もうこのままこの中に培養土をドボンとしていきたいと思います。容量は確か55リットルとか書いてあったので、結構大きめのやつですね。横幅は60センチとかだったと思います。ある程度入れたら、元肥が入っていない場合は、で、これは元肥は入ってるんですけど、僕はとりあえずノリだけで元肥を入れていくことにします。自分はいつもマガンプ K という元肥を使っているんですが、まあお手元にある元肥であれば何でも OK です。ちなみにこのマガンプ K って、こうやって元肥として土の中に入れないと使えないって知ってましたか？窒素リン酸カリの割合がすごく高いので、追肥として使っている人もいるんですけど、このマガンプ系って土の中にいて、植物が根っこを生やしてきて、この粒に当たることによって肥料として働くようになるので、土表面に追肥として撒いても効果を発揮してくれないので、気をつけてください。こんな感じでさらに土を足して一旦完成です。違う土混ぜとるやないかいって思う方もいると思うんですけど、これは僕もミステイクでした。ではまずは落花生の種を撒いていきたいと思います。落花生の種はこんな感じ、はい、まさにピーナッツ。もう乾いてるから、どっちかっていうと見た目はアーモンドなんですけどね。落花生は株が成長すると、その株からなんか変なツタみたいなのをシュパ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 ーって地面に向かって刺して、その中に落花生ができるので、ちょっと大きめのプランターを用意してあげてください。今最後にギュッギュッてやったのはこれですね、鎮圧っていうやつになります。これをすることで土との密着が良くなって、種が乾きづらかったり、生き崩れをしにくかったり、あと芽が出てきてから土が周りが硬いので風とかに強かったりとかします。種をまく際はぜひやってみてください。
で、しれっと隣に枝豆をまいているんですが、枝豆と一緒に育てられるのって思いますよね。これ僕も知らないです。一旦まいてます。まあ同じ豆だしいけるっしょってことで、しばらく様子を見ていきたいと思います。で、おげなすはというと、トマトの隣のハーブ跡地に。そんな肥料も足りないトマトがいるようなところで本当に育つのって思う方もいると思うんですけど、知らないのでまいていきます。はい、あとは割愛。こんな風に適当に植えているところばかり見てもらっていると、視聴者さんの皆さんにそこに愛はあるのかと怒られてしまいそうなので、一応丁寧にしている風の作業も移しておこうと思います。ここはハーブ跡地に、さっき説明しなかったんですが、菜の花を植えていこうとしているところです。いやー、菜の花はいいですよね。あの苦味と旨味、パスタやオーブン焼きなど様々な形で僕らを楽しませてくれます。室の準備ができたので、ここに丁寧風に菜の花の種をまいていきます。だいたい1箇所に 2,3 粒ぐらいずつまいて、後で植木をする予定です。これでなんとか面目を保ったということにして許してほしいです。菜花の芽は芽が出るまでがとても早いので、3日後、早くもこんな感じで芽を出してきてくれました。これは確か、まさか育て主のパワハラが原因か。さらに次の日の映像がこちら。あれからシャキーンと頑張って起きてくれました。寝起きで眠かっただけみたいですね。とっても可愛い四つ葉、双葉です。今回はこんな感じで秋に向けて野菜の種などを植えてみました。今後もこの子たちの経過観察や成長の一部始終をまとめたものもお送りしている予定ですので、皆さんよろしければまた遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。